皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは自分を最高値で売る方法というテーマでお届けいたします。自分を売るというね、言葉を聞くと何やらこう想像しにくいとは思いますけども、まあ自分を売ってですね、それをビジネスにしている人というのは世の中で非常に多くいらっしゃるわけです。私もその中の一人だと自負はしております。というのも私はコンサルタントというですね、職業についているわけですけども、コンサルタントというのは結局自分のノウハウだったりとかスキルをですね、そこをお客様に提供して、それで対価をいただいているという商売であります。決してですね、こう、コンサルティング会社、まあ、会社になるとですね、そこのブランドというのはありますけども、やはり個々のですね、コンサルタントの能力。ですから、人気のあるコンサルタントもいるし、人気のないコンサルタントもコンサルティング会社でも出てくるわけです。まあ、このような発想というのかな、はなかなかこう勤め人、いわゆる会社員をしているとないかもしれませんけども、実は今日ですね、紹介するのは、こちらの本なんですね。企業、副業、何でもいい、自分を最高値で売る方法ということで、小林さんという方がね、正也さんでいいのかな、そうですね、小林正也さんという方が書かれております。で、4つの視点から自分の本当の価値を見つけ、3ヶ月で月収100万円を突破するメソッドということでね、まあ、こういった本でございます。中はですね、まあ、ぜひ買って読んでほしいんですけども、ここにあるように企業、副業、何でもいいって書いてあるんですね。で、本業で結果を出して稼いで、結果の出し方を人に教えて稼ぐってダブルインカクも手法。いいですか？もう一回言いますね。まあ、本業、まあ、会社員でも何でもいいですよ。今、商売やってる方でもいいんですけど、まず本業で結果を出しましょうってことだね。まあ、それでまず、キャッシュを得る。で、その本業で結果を出すそのやり方。やり方ですよね、要はね。魚釣りのやり方を教えるってことですよね。で、結果の出し方をそれを人に教えて、またキャッシュを得るってね。まあ、ダブルでキャッシュを得ようと。うん。これを、こう小林さんはですね、推奨してるわけなんですね。実は今、我々っていうか、うちの会社がやってることは、会社の営業のやり方ですね、我々の、弊社の。その営業のやり方をそのままお客様に提供してるっていうことなんですね。なぜ提供してるかっていうと、その営業のやり方、弊社がやってる営業のやり方が効果があるから、そのやり方をお客様にも提供してるという。まあ、やや、この小林さんが提唱する方法と似ているわけです。まあ、そんなことで、まあ、月収100万円ね、100万円を目指している方、もしかしたら、意外と簡単に月収100万はいくとは思うんですよね。ただね、これだけ言います。普通の会社員をやってて、月収100万とか年収1000万を超えるっていう言葉、ほぼ不可能だと思ってた方がいいと思います。ですので、月収100万円で年収1000万円を超えたいっていう方は、サラリーマンのままでもいいですけど、でもう一個副業を持ってですね、ぜひ自分の中の資産、眠ってる資産をですね、それをキャッシュ化していくっていう作業をやってはどうでしょうかということです。で、詳しくはですね、こちらのですね、小林さんの書かれた自分を最高値で売る方法をご覧いただければいいかなと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。